はい、皆さんこんにちは、タミノスカでございます。A 列車で行こう Q やっていきましょう。ちょっとね、久しぶりの投稿なんですけれども、ちょっとね、今問題は発生しまして、先月といいますか、先週の日曜日にですね、土曜日か、台風が直撃しましてね、停電しました。久々ですね、9時間ほどちょっと停電しちゃいましたんで、その時ね、停電前にパソコンを落としたつもりだったんですけれども、それからね、ちょっとパソコンといいますか、その次の日にはちょっと通信障害が起きまして、ちょっとね、インターネットの接続ですか、これがね、ちょっと不自由な状況になってますんで、 Steam のゲームなんかがね、ちょっとちゃんと作動しないっていうか、できない状況になってたりするんで、ちょっとその辺、踏まえての投稿になります。ちょっと今後不具合があればね、ちょっと修正していきたいんですけれども、今ちょっと未知の現象が起きている段階です。それではですね、今回は、サテライトビューを出しましょう。これか、こちらのマップでございますね。ちょっとコメントなんかもね、いただいておったんですけれども、西の方にですね、延伸するということを今回 やりました。バージョン5だとそれこそこの神戸のこのエリアが出るんでしょうけども、ちょっとね、タミノスカ流、デフォルメでこのようなマップですね。マップ見ればなんとなくわかると思いますが、じゃあせっかくこれ列車来てますので、この列車に乗ってですね、ちょっと案内していきましょう。ではこちらの駅ですね、扶桑駅ですね。扶桑、大阪ですよ、大阪もどき12番なんで、こっちは車窓を出しますか。じゃあ今これ扶桑駅を出発してですね、阪神高速ですね、阪神高速、ちょっと何線だったか忘れちゃいましたけど、ちょっと並走しながらね、淀川を再び渡るということで、東海道線の西区間ですね、西の方に進んでおります。でこれが塚本ですね、塚本もどきと、塚本ジャンクション信号所ですね、宮原操車場に行くような路線です。でこれ山陽新幹線ですね。で、神崎川かな、神崎川これ越えまして、次があれですね、尼崎でございます。で向こうに見えるのがね、名神高速ですよ。さあ尼崎駅に到着です。ここで福知山線ですね。多分国鉄時代はこんな配線になってないんですけど、ちょっと面倒くさいんで、今ある路線にしてます。さあ今尼崎を出ましたね。これで新快速ですので、次停車駅三宮です。さあこれ南側にはね、阪神電車ですよ阪神路線もあります。で甲子園口ですね、多分あそこに見えるのが甲子園でしょう。さあこれ出まして、次が西宮ですね。さあ西宮を通過します。多分西宮はね、高架じゃないんですけど、ちょっと高架駅になってますよ。そしてこれ次ますとね、また例によってデフォルメしますんで、これがね、芦屋ですね、芦屋でございます。さあ新快速電車はこの芦屋の駅を通過しますよ。そして右手の方にあれですね、六甲山、見えてまいりましたね。そしてこの駅、名前を忘れてしまったな。これ真ん中にしか、内側線にしかね、ホームのない駅です。そしてこれを出ますと、これ六甲道だったかなこれ阪神大震災の時に、一番最後まで普通だった区間ですね。駅舎が崩壊したり大変だったようですが、さあこれ過ぎますと、こちらですね、東灘の信号所、東灘貨物駅ですね。ちょっと灘駅がないんで、灘の信号所とでもしておきますか。さあこれ過ぎますと、もう次は三宮ですね。でこれあれですよ、阪急です、阪急の路線がね、北側から伸びてきてますんで、バージョン5が出ればね、おそらくマルーン色のボディの列車がやってくるんでしょう。あ、ちょうどこれあれですね、上下線新快速がちょうど三宮の駅で上下線並ぶという形ですね。さあこの辺神戸ですね、ちょっと都会チックな感じになってますが、さあこれ出ますと次は元町ですね。さあ元町を通過して、次に見えてくるのが、一応東海道線でいうと、終点である神戸ですね。神戸駅は確かこれ、5線あるんですよね。
さあ神戸に到着し、これで東海道線から山陽本線に切り替わるというところですね。さあ今神戸を出発しましたね。こっから先ね、旅の具さんよく分かってない区間になりましたね。さあ山陽本線に突入しました。さあ次の駅がこれが兵庫駅かな、兵庫駅になります。さあ今すれ違ったのはあれですね、特急、浜風かな。さあここで方向別複線から線路別複線に分かれまして、高取の貨物駅かな、高取駅と高取貨物駅です。さあこのまま列車線ですね、列車線の方は、まあ、一路姫路の方まで、まあ、伸びていくわけなんですけれども、そろそろね、マップの端が見えてきてますよということで、これが、何駅だったかな、新中田でこれがね、須磨の駅になる予定です。で、これで、列車線の方はもう駅がなくて、このまま、まあ、多分姫路の方まで、続いてるんじゃないかなという感じですね。さあじゃあサテライトビューでおさらいですね。サテライトビューは違う、こっちどれだったっけ、サテライトビューが分からない、これか。という形で、まあ、大阪から、まあ、須磨あたりまでちょっと今、作ったという形です。本当はね、西明石かあの姫路まで伸ばしたかった加古川かな、んですけども、ちょっと私の才能だと、こんな感じになっちゃいました。これあれですね、和田岬線ですね多分。じゃあちょっとマップの方をおさらいしましょう。山陽本線でこの神戸までですね、とりあえずこれでなんとか東海道本線は、神戸まで全通したという形ですね。これあれ特急浜風、今これ時間調整中です。さあというわけで一応この方向線路別、違うな、方向別複線のね、区間が終わりましたんで、じゃああとこれせっかくなんで、あの尼崎の駅からですね、JR 宝塚線じゃないな、福知山線、これちょっと見ていきますか。あ、ちょうど来てるじゃないですか。これね、あの L 特急北近畿のつもりなんで、これでじゃあ今度福知山線ちょっと見ていきましょう。さあ尼崎の駅からこれは3番ですね、3番の車窓を見ながら、さあ今、東海道線の方はあれですね、貨物列車とかが走ってますね。さあ福知山線です。これ国鉄時代はあれなんですよね、多分上り線がこっちじゃなくてこっからまっすぐ行くんですよ。ちょっとまあこれもう JR になってからの廃線になってますけど、さあこれ阪急の線路をくぐって塚口ですね、まあ、特急は通過でございます。そして山陽新幹線をくぐって次が伊丹ですね。伊丹これ引いてみると分かるんですけど、ちゃんとあの伊丹空港ありますよ、あっちに。さあこれで伊丹ですね、伊丹と、なんとかモールですよ、なんとかモール、ちょっとここから先はちょっとね開発してないんですけど、さあこれが、向こう側でいいのかな、川沿いを上にじゃないな、北にどんどん走っていきます。さあ使用している車両は 381系のスーパーヤクモ塗装車両ですね。381系はちょっと国鉄色がないのはねちょっと辛いとこですけども、さあこれ北伊丹かな、を通過します。さあ今度はあれですね、阪急の宝塚線ですねが見えてきました。さあここからですね、福知山線進路を西に切っていきますよ。そして、川西乗せでよかったかなの駅です。ちょっとここはね大きな駅があったんで若干集落になってますけれども、さあこれで進路を完全に西に切ってですね、確かこの辺にね阪急の車庫があるんですよ。またちょっとそれはね再現しておこうと思いますが、で今福知山線はこの今特急しか走らせてないんで、さあ今これすれ違います。さあ今これ奥の方に見えてきた駅、これが宝塚ですね。さあまもなく宝塚です。阪急の宝塚線がこの上を行っている形ですね。さあ今宝塚駅に、到着じゃなくてこれ通過なんだな、宝塚駅も通過します。さあこの辺は多分トンネル区間になるんで、完成した暁には多分変わると思いますが、線路的にはこれ再び進路を、北に向けて
あれこっちの川が向こう側かな、ちょっとどれがどの川だったかちょっと、地理的感覚がないんで。さあちょっとアイロな区間をくぐってといいますか通りまして、あそこすごい急カーブだな、カーブを曲がって橋を渡った先ですね。さあこちらの駅がですね三田で良かったんですよね、東京の方だと三田と呼ぶんでしょうけども三田駅ですね、という形で一応ここに停車します。そしてここから先はマップの外に出るというね、そんな流れになっております。さあということで、福知山線がこんな感じで今作られています。まあ、これをベースにねちょっと作っていきたいかなと思ってます。じゃあちょっと伊丹空港を見ますか。これが伊丹空港です。街の中の空港ですね。まあ実際は滑走路が2本あるんでしょうけど、まあ営利所の使用上ねやむを得ずこんな感じになってますね。これが名神高速道路で、ね、ここの土地ですよ。ここの土地ちょっとゴミを埋めるとなんかディスカウントされるという話があるんで、ちょっとこの辺報告にします。ゴミこれ入れちゃっていいのかなこれ。ということで、これがあれですね、宮原操車場、まあ、私のことだと宮古原という言い方してるんですけども、操車場ですね。で上に走ってるのがこれ阪急の路線ですよ。まあ、V5 が出たらこのマルーン色のボディのね列車が、これがですね、梅田駅ですね、阪急梅田駅です。まあ、ちょっと、まあ、どうしてもこの東端式ホームってこういう形しかないんで、まあ、こういう形で処理してるんですけど、こんな感じです。それからあとはちょっと大阪環状線をちょっと見ますか。大阪環状線ちょうどいい時にいい列車がないんだな。これが扶桑駅になりますんで、じゃあこの駅からですね、内回り電車に電車が来ない、じゃあちょっと手動で行きましょう。これ阪神高速ですね。で福島と野田の駅がなくて、もういきなり西九条でございます。この西九条はですね貨物線の線路とつながってますんで、このまま環状線がこう川を越えてですね、これが、弁天町だったかな。弁天町でちょうど今環状線走ってるな。この列車を追っていくと、これが多分大阪ドームなんですよ。で、橋を渡りまして、大正といったそんな感じですね。あ、なんか走ってるなんか走ってますね、という形です。で、この、西九条から分かれる線路、これですね貨物線、これが何だったっけ、大阪貨物でしたっけ、こういう電車、これ私見たことないんですけど、この列車のある、あれですよ、名前が出てこない、多分今字幕でフォローしてると思うんですけど、で、その奥がね、あれですよ、某、US、違うな、UFJ、うん、ユニバーサルファイナンシャルスタジオあれですよ、銀行物語ですよ、ね、銀行マンがこう半沢直樹的な、落ちぶれた遊園地をこう盛り上げる的な、何言ってるかよく分かんないですけど、そんな施設ですね。じゃあ最後ちょっと前景見てね、コメント返しして、今回お別れしたいと思います。無謀にもまたちょっとマップを増やしてしまった、そんな展開ですね。さあコメント返しです。久しぶりですねこのコーナーを設けるのは、多くのコメントいただきましてありがとうございました。ちょっとね直近のコメントだけ流しながらちょっといきたいと思います。こちら前回やった国鉄番外編ですね。これなかなか元ネタが年配の私がわからないかなと思ったんですけど、多くコメントいただきましたありがとうございます。ネタ元わからない人もいるかなそれではですね、続いてのコメントこちらですね、今田山本さんからのこのコメントです。これ私ね謎だった部分なんですけれども、 SNS をね私ちょっと携帯を今壊して使えない状況ですんで、ちょっとねこれ早いとこ2年縛りがあと1ヶ月で終わるんで、ちょっとそんな感じでね、ちょっとやってみたいと思いますので、まあ1ヶ月後、まあ、すなわちバージョン5ですね、これ出たぐらいにはちょっとなんとかコミュニティに参加してね、各動画実況者さんとこう相互のコミュニティ、それからまあ最終的にはこう列車のね
行き交うような形やりたいと思いますので、ちょうど音楽終わっちゃうな、夕日のこの西のマップですね、まあ、このマップの拡張もねやめないとあの直通できないんで、マップの拡張の停止と、あとはこの帝国鉄道ですね、前回国鉄番外編でもう先がないみたいなことを言ってましたんで、まあ新生国鉄まあ民営化した際にはですね、そういった形で他の実況者さんとの間でもちょっとね列車のやり取りをできるような形、そんな感じにやっていきたいなと思っております。一応ちょっとパソコンの調子が悪いんで、様子見ながらなんですけども、こんな形でやっていきたいと思いますので、それでは皆さんまた次回もよろしくお願いします。それではご視聴いただきましてありがとうございました。